はい。速達です。うん。差出人の名前がない。また例の密告だ。昭和ハイヤー料亭初船出入りの廃車伝票を調べよう。驚いたな。少し後手だが狙いは我々とぴったりだ。何者ですかな。いつもいいとこさしてきますが、ほとんどの密告は業者の妬み半分の中傷だが、これは性質が違うようだね。やっとするとこれはこの間記者が話してた例のウェデンケーキの一件もこれと同一人物の仕業ではないでしょうか。あのケーキの送り主も皆目わからんのだろう。ええ、分かったのはあれを作った店とその店にケーキの形に関する詳細な注文、そしてその送り先、日付、それから多すぎるくらいの現金合わせが書面で届けられたということだけだそうです。はい。ダメか。あの男なら岩渕、森山、白井の線を崩す絶好の突破口だと思ったんですがね。で、三浦、どうしますか。高知満期ですが。仕方がない。綿は出そう。三浦、背任か横領に令状を切り替えて追い詰めよう。今まで調べたところでも大流建設の帳簿から使途不明の仮払い金が2300万ほど出ている。ところが経理担当たる三浦にその説明ができない。これは当然背任か横領の罪を構成する疑いがある。贈賄なら会社発展のためという逃げ口上も使えるし、やがては実業界に干渇することも可能だ。しかし会社の金で私腹を肥やしたとなれば二度と実業界では生きていけない。背任か横領で追い詰めれば三浦はきっと贈賄も吐く。じゃあ一応釈放して。一旦出してまた逮捕というのはいかにも苦しい手だが、相手はもっと汚いことをやってるんだ。ご苦労様。三浦さん、逮捕状です。顧問弁護士です。背任。ここへ来る前、私もね、あるいはこんなことになるんじゃないかと社長や専務と話してたんですが、その時社長はもしそんなことになったらあなたにこう伝えてくれ、くれぐれもおっしゃってました。あくまであなたを信頼しているからよろしく。自殺についてもう少し。検査、あんな通り一遍の発表じゃ納得いきません。でも三浦、本当に三浦の死は自殺ですか。自殺です。しかし検事さん、近頃人の殺し方は一段と進歩したとは思いませんか。三浦が自殺する直前、顧問弁護士が伝えたという旗野社長の言葉ですがね、あくまでもあなたを信頼しているからよろしく、この言葉は精巧な狙撃銃による射殺も同然だとは思いませんか。
いや、事実上の暗殺じゃないですか。事実は自殺した事実しかありません。ちょっと待ってください、検事。三浦に続いて今度は和田課長補佐という心配はありませんか。和田は高知市を出ると一応公団へ寄り、森山部長や白井課長に会った後、確かに公団は出たがまだ自宅には帰ってない。そうでしょ、大丈夫ですか。その後、和田の行方は。今、極力捜査中です。